こんにちは、ご視聴ありがとうございます。今回は韓国ドラマ三度の第51話から第61話のあらすじです。このチャンネルは国内や海外のドラマや映画などについて紹介する動画をアップする予定です。もし面白かったらチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。韓国ドラマ三度第51話のあらすじは、第51話はまさに驚愕と興奮が交錯する展開が繰り広げられます。ドラマの核心をつくこの回では、3億の運命が大きく揺らぐ瞬間が描かれており、その緊迫感はまさに圧巻です。まず物語の中心に位置する衝撃の事実が明らかになります。ホン・デスが実は反乱軍の首領ホン・ギョンネであったことが判明します。彼は周到に準備を進め、3億を反乱軍に引き込もうと考えていたのです。この事実は3億にとって衝撃そのものであり、彼の運命を大きく左右するものとなります。ホン・デスの正体が暴かれることで、3億の立場は急激に危険なものとなり、視聴者を一層引き込む展開が展開されます。3億がこの危機をどう切り抜けるのか、その手に握られた2つ目の封筒が重要な鍵となります。以前山寺の和尚から渡されたこの封筒が、まさに難局を乗り越えるためのヒントを含んでいました。3億がこの封筒を開けるシーンは、彼の冷静な判断力と強い意志が光る瞬間であり、ドラマのクライマックスに向けた重要な転換点となります。一方で反乱軍の勢力が急速に拡大し、次々と村を征服していく様子が描かれます。反乱軍の奇襲攻撃に対抗するため、3億は官軍から援助を求められます。ここで重要なのは、官軍が押収した反乱軍の支援者名簿にタニョンの名前が含まれていることです。この発見が3億にとって新たな衝撃となり、彼はタニョンとの関係を再評価せざるを得なくなります。第51話は3億の心の葛藤と彼の運命を決定づける重要な選択が書かれた回です。ホン・デスの正体が明らかになり、反乱軍の脅威が増す中で、3億がどのように立ち向かうのか、その行動から目が離せません。次回の展開がどのようになるのか、期待と興奮が高まるばかりです。韓国ドラマ三度第52話のあらすじは、第52話は混乱と興奮が渦巻く中で、物語が一層激しさを増していく様子が書かれています。ホン・ギョンネの反乱が勢いを増し、朝鮮全土が揺れ動くこの回では、登場人物たちがそれぞれの運命に向き合う姿が書かれます。まずホン・ギョンネの反乱軍が初戦で勝利を収め、義州近くまで進軍するシーンが衝撃的です。反乱軍の勢力が拡大する中、朝鮮全土は混乱に陥り、民衆や商人たちの生活も深刻な影響を受けます。ホン・ギョンネの手による混乱は物語全体に緊張感をもたらし、視聴者を引き込む要素となっています。そんな中、タニョンたちは鉱山から避難を余儀なくされます。鉱山経営をしていたタニョンたちにとって、反乱の影響は甚大であり、避難を余儀なくされることは一大事です。彼らの命を守るために3億は決断を下します。3億が選んだのは、官軍に支援米を運ぶという名目で反乱軍が籠城する鄭州城に向かうことです。この選択が3億の信念と勇気を象徴するものであり、彼の英雄的な姿が書かれています。一方、チョン・チスがタニョンたちの均衡を奪おうと企む動きも見逃せません。反乱によって混乱が広がる中、チョン・チスは自らの利益を追求し、均衡を奪うことでさらなる力を得ようとしています。この行動がタニョンたちにとって新たな試練となり、物語にさらなるドラマを加えています。第52話は3億とタニョン、そしてチョン・チスそれぞれの運命が交錯する重要な回です。反乱の混乱の中で、3億がどのようにしてタニョンを救い、またチョン・チスの陰謀に立ち向かうのか、その展開に目が離せません。次回の展開が待ちきれないほど物語の緊張感が高まっています。韓国ドラマ三度第53話のあらすじは、
第53話は反乱の後に残された深い影とそれに対処する三億の決意を鮮やかに描き出しています。ドラマの展開がさらに波乱を呼ぶ中で物語は新たな局面に突入しました。反乱の鎮圧後、三億は必死にタニョンを捜索しますが、彼の行方は全くつかめず、三億の心中は焦燥と不安に包まれます。彼の誠実さと勇気がどれほど深い絆でタニョンと結ばれているかが痛いほど伝わってきます。この捜索の過程は三億の人間性と仲間への信頼が試される場面です。そんな折、三億の元に届いたファンデホからの手紙が新たな展開をもたらします。手紙によれば、タニョンは低州城の西門でファンデホとはぐれてしまい、その後官軍に捕まって宿川の牢でパクチュミンと再会していたとのことです。この情報は三億にとっての巧妙となり、彼は急いで駆けつけます。パクチュミンが三億に謝罪するシーンは感動的であり、過去の誤解や対立が新たな展開へとつながる瞬間です。パクチュミンの謝罪とタニョンの捜索依頼は三億にさらなる決意をもたらし、彼の忠誠心と仲間への思いが改めて強調されます。一方、孫三ではチョンチスがさらに動き出しています。奪った鉱山で新たな金脈を掘り当て、その勢力を拡大しています。チョンチスの行動は物語に新たな緊張感と対立をもたらし、三億たちが直面する新たな試練を予感させます。彼の策略がどのように三億たちと交錯していくのか、その展開が気になります。第53話は三億の仲間への深い愛情と困難な状況に立ち向かう彼の姿が書かれています。タニョンを探し続ける三億の決意と孫三での権力争いが織りなすドラマは、次回への期待感を高める内容となっています。物語の深い感情と複雑な人間関係が交錯する中で、三億がどのように運命を切り開いていくのかがますます楽しみです。韓国ドラマサンド第54話のあらすじは、第54話は歴史ドラマファンにとって息を呑む展開が続く回となりました。物語は大きな転機を迎え、登場人物たちの運命が激しく交錯しています。チョンチスがついに囚われの身となり、その不正によって取得した鉱山が没収されるという劇的な展開が書かれました。さらに孫さんの人参取引も3年間停止されるという厳しい処分が下されます。このニュースは孫さんの未来を暗示する重大な局面であり、チョンチスの策略がもたらした結果の大きさを感じさせます。チョンチスが奪取した鉱山と人参取引の停止がどのように孫さんの運命を左右するのか、物語の先行きにさらなる緊張感を与えています。そんな困難な状況の中で、三億のもとに王から大命が届くという朗報がもたらされます。反乱鎮圧の功績が認められ、三億は安川玄関に任命されるという栄誉を得るのです。この展開は三億の努力と勇気が正当に評価される瞬間であり、彼のキャラクターにさらなる深みと尊敬を加えています。三億が対戦玄関としてどのように新たな任務を遂行していくのか、その姿に期待が高まります。一方、タニョンの消息については依然として不明ですが、行動を共にしていたパク・チュミンとファンデホが反乱軍支援の罪で奴隷となっていることが判明します。この知らせはタニョンの安否を気遣う三億にとって大きな衝撃であり、彼らの運命がさらに暗いものであることを示唆しています。タニョンの消息が一日も早く明らかになることを願わずにはいられません。さらに孫さんは作文の陳商人から20万両の借金返済を迫られ、存亡の危機に立たされています。この経済的な圧力が孫さんにどのような影響を与えるのか、そして三億がこの困難をどのように乗り越えていくのか、物語の行く末に注目が集まります。第54話は三億の栄誉と困難、そして孫さんの存続をめぐる緊張感が交錯する、まさに歴史ドラマの醍醐味を存分に味わえる回です。今後の展開がますます楽しみです。韓国ドラマサンド第55話のあらすじは、
第55話は歴史ドラマファンの心を強く引きつける内容が満載です。この回では3億の新たな挑戦と再会が織りなすドラマティックな展開が物語をさらに深く魅了します。まず孫さんの一部店舗を買い取り、困難な状況から脱却した3億の勇気と知恵には脱帽です。彼ガマンさんの組織を再編し、新たな挑戦に乗り出す姿は彼のリーダーシップと商人としての能力の進化を示しています。大戦への赴任にあたり、三億が新たな道を切り開く様子には感動すら覚えます。大戦で直面する厳しい現実も書かれます。役人と両班の結託によって農民が搾取され、実質的に奴隷のような状態で生活していることが明らかになります。この時代背景の厳しさをリアルに描写し、三億がどのように立ち向かうのかが物語の核心です。三億が農民の生活基盤を確保するために螺鈿漆器の工房を設立し、漆の栽培に力を入れる決断は単なる商業活動にとどまらず、社会的な改革を目指すものであり、その意義の大きさが伝わってきます。彼の努力が大戦の農民たちにどのような変化をもたらすのか、その行動に対する期待が高まります。さらに平壌官営での主演での再会は視聴者の心を揺さぶります。キーさんとして登場するタニョンとの再会は、彼女の人生がどのように変わってしまったのか、そして三億との再会が彼の心にどのような影響を与えるのかを探る重要なシーンです。タニョンと三億の再会は単なる過去の再会ではなく、彼らの関係や物語の進展に深く関わる大きな転機となることでしょう。第55話は三億の改革の試みとタニョンとの感動的な再会が交錯するドラマの中での重要なポイントです。歴史的な背景とキャラクターの成長が見事に織り交ぜられ、今後の展開にますます興味が惹かれます。三億の奮闘とタニョンとの再会がどのように物語を進展させるのか目が離せません。韓国ドラマサンド第56話のあらすじは、第56話は感情の起伏と歴史的な進展が交錯するドラマファンにとって必見のエピソードです。三億とタニョンの複雑な関係、三億の政治的昇進、そしてチョンチスの陰謀が絡むこの回はドラマの魅力を存分に引き出しています。三億がタニョンを救い出そうと奮闘する姿には胸が熱くなります。タニョンが三億の申し出を拒む理由は、彼女自身の迷惑をかけたくないという思いからです。この決断は彼女の強い意志と独立心を表しており、三億とタニョンの関係がどれほど深いものであるかを示しています。三億の真摯な努力がタニョンの心を動かすことができるのか、その行く末が気になります。一方義州ではミグムが妊娠し、三億と共に大戦へ向かうという新たな展開が書かれます。三億の義政が高く評価され、ついには格山軍主に任命されることとなります。この昇進は三億の政治的手腕と人柄が認められた証であり、彼の新たな挑戦の始まりを告げるものです。格山への赴任がどのような変化をもたらすのか、三億の新たなリーダーシップが試される瞬間です。そして三億の昇進に対してチョンチスがどのような策を講じるのかが物語の重要な要素となっています。チョンチスは三億を蹴落とす方法を探りながら、その陰謀を巡らせます。彼の動きが三億にどのような影響を及ぼすのか、そして三億がその策略にどのように立ち向かうのかが次回の展開に大きな期待を抱かせます。第56話は三億とタニョンの複雑な感情の交錯、三億の政治的な成功、そしてチョンチスの陰謀が交わるドラマティックな瞬間を書いています。三億の成長と彼を取り巻く環境の変化が物語をさらに深く魅了しています。次回の展開がどのように描かれるのか、ますます目が離せません。韓国ドラマサンド第57話のあらすじは、第57話は感情のぶつかり合いと陰謀が渦巻く心を揺さぶる展開が繰り広げられます。三億とタニョンの複雑な関係が物語の深いところで交錯し、
三億の苦悩とチョンチスの策略が劇的なクライマックスを迎えます。三億のタニョンに対する思いが明らかになると、ミグムの態度が大きく変わります。ミグムがタニョンとの同居を認める決断を下す場面は、三億とタニョンの絆の深さを示す重要な瞬間です。ミグムの寛大な心が三億とタニョンの未来に希望の光をもたらします。しかし三億がタニョンを面安させようと奮闘するものの、その道のりは険しく彼の苦悩が伝わってきます。そんな中、チョンチスがついに三億の前に現れ、波乱の展開が待ち受けています。チョンチスは三億に対し、マンさんにいたホンデスの正体を暴露し、脅迫の手を伸ばします。この場面はチョンチスの策略と三億の苦境が交錯し、三億の心境が深く掘り下げられる重要なシーンです。三億がマンさん王房の座を退き、ホン・ギョンネガマンさんの本店初期だったことを申し出る決断を下す過程は、彼の誠実さと悩みの深さを強調しています。そして三億が捕獲され、ウィグム部での尋問を受ける展開に突入します。彼の正直さと勇気が試される中で、三億がどのようにこの困難を乗り越えていくのか、その行く末が気になります。三億の姿には彼の信念と使命感が色濃く反映されており、その苦境をどう切り抜けるのかが次回の楽しみとなるでしょう。第57話は三億とタニョンの感情の絡み合い、チョンチスの陰謀、そして三億の苦悩が織り交ぜられた緊迫感あふれる展開が見どころです。三億の運命がどのように変わっていくのか、そして彼がどのように逆境を乗り越えるのか、その続きがますます気になります。次回の展開に期待が高まるドラマティックなエピソードとなっています。韓国ドラマサンド第58話のあらすじは、第58話では物語の緊迫感がさらに高まります。三億の困難な状況と彼を取り巻く複雑な問題が絡み合うこのエピソードは、歴史ドラマファンにとって見逃せない瞬間です。三億がウィグム部で尋問を受ける中、トヒサゲ町のパクチョンギョンはマンさんのヘンスタチオも連行します。三億の運命が大きく揺れる中で、マンさんのヘンスたちの姿も描かれ、物語の緊迫感が増します。これにより三億の立場の危うさとそれに続く波乱が強調されます。一方、孫さんでは商人たちが替えの期日延期に対して不満を募らせ、暴動が勃発します。怒りの声が孫さんに押し寄せ、チョンチスの苦境が顕著になります。彼は自らの立場を守るためにマンさんの替えを偽造するという大胆な手段に出ます。チョンチスの必死の行動が彼の追い詰められた状況と物語の緊張感をさらに引き立てています。その頃、朝廷は深刻な危機に直面します。新国からの使臣がやってきて、アヘン中毒の特効薬として知られる朝鮮人参を1ヶ月以内に5000斤送るよう要求します。この圧力に直面した朝廷は、人参の調達を三億に委ねる決断を下します。三億に託されたこの重責は彼にとって新たな試練となりますが、その能力と意志の強さが試される瞬間です。三億がどのようにこの困難を乗り越え、朝廷の要求に応えられるのかが見どころです。彼のこれまでの経験と知恵が試される中で、どのように問題を解決していくのか、その過程が興味深いです。第58話では三億の苦境、チョンチスの策略、そして朝廷の危機が複雑に絡み合い、物語がますますドラマティックになります。三億の運命と彼がどのようにこの試練に立ち向かうのか、その展開が期待されます。次回がますます楽しみになる緊迫感あふれるエピソードとなっています。韓国ドラマサンド第59話のあらすじは、第59話では物語のスリリングな展開がさらに加速します。このエピソードは登場人物たちの運命が交錯し、三億の行動が新たな局面を迎える瞬間を捉えています。王の大命によって反乱で逮捕された者たちの再調査が始まります。タニョンとパクチュミョンもウィグム部に移送され、三億の周囲は一層混迷を深めます。
3億の行動とその結果が焦点となり、物語の緊張感が一段と増しています。この状況で3億やパク・チュミョンたちの釈放を阻止しようとするチョン・チスは、トヒサゲ町のパク・チョンギョンに協力を求めます。しかしパク・チョンギョンは王の真意を見抜き、冷淡にチョン・チスを追い返します。このシーンではパク・チョンギョンの冷静さと判断力が際立ち、物語の進行に大きな影響を与えます。焦りを募らせたチョン・チスは、孫さんにとって唯一の盾であるトヒサゲ帳を失いたくない一心で、トヒサゲ帳へ送った裏金の帳簿を使って脅迫を試みます。チョン・チスの必死の行動が彼の切羽詰まった状況と物語のサスペンスをさらに引き立てています。第59話では、三億とタニョン、パク・チュミョンの運命が新たな転機を迎え、チョン・チスの策略が物語に深い影響を及ぼします。三億の知恵と勇気、チョン・チスの策略が交錯する中で、どのような結末が待っているのか、期待が高まります。三億がこの難局をどう乗り越えていくのか、その展開に注目が集まります。韓国ドラマサンド第60話のあらすじは？第60話は物語のクライマックスに向けて大きな転機を迎えます。歴史ドラマファンとして見逃せないこのエピソードでは、数々の伏線が一気に回収され、登場人物たちの運命が激しく交錯します。まず孫さんから受け取っていた裏金の帳簿が朝廷に渡り、その結果トヒサゲ帳の左遷が決定します。この一連の展開が三億とパク・チュミョンの解放につながり、物語の中で長らく続いていた緊張感が一気に解消されます。三億がどれだけ苦難を乗り越えたかが見て取れ、彼の努力と忍耐が報われる瞬間が書かれます。一方でチョン・チスの運命が急速に悪化する様子も注目に値します。人参貿易権を奪われ経営難に直面している孫さんのチョン・チスは、さらに悪化した状況を乗り切ろうとし、マンさんの替えの偽造や和銀の鋳造といった不正行為に手を染めていきます。チョン・チスの堕落が彼の破滅への道を明確に示しており、その姿は痛々しいほどです。そしてタニョンたちが孫さんの都府佐から孫さんの再建を託され、動き出すシーンがこのエピソードのハイライトとなります。タニョンとその仲間たちが孫さんの再建に向けて新たな希望を生み出し、困難な状況に立ち向かう姿が書かれます。彼らの努力と決意が視聴者に強い感動を与えることでしょう。第60話は三億の解放、チョン・チスの破滅、そしてタニョンたちの再建という3つの重要なストーリーラインが交錯するドラマチックな展開が織りなされています。このエピソードを見終わると今後の展開に期待が高まり、次回が待ち遠しくなることでしょう。歴史ドラマファンにとってこの話はまさに見逃せない瞬間の連続です。韓国ドラマサンド第61話のあらすじは？第61話は感情の激流とともに登場人物たちの運命が大きく動く瞬間を捉えています。このエピソードでは三億とタニョンを中心に繰り広げられるドラマティックな展開が目を引きます。まず三億の身分回復と格山での自治工事成功が彼の信頼を一層深めるシーンが見どころです。王からの厚い信任を受けた三億が次に取り組むのは孫さん再建のための重要な一手です。チョン・チスに対して商会からの引退を迫る決断を下す三億の姿には、彼の道徳的な誠実さと時代の変化に対応するための冷徹な判断力が現れています。しかしチョン・チスが自害するというショッキングな展開が物語に深い陰影を落とします。彼の最後は権力と欲望が引き起こす悲劇の象徴であり、その結果として三億の内面的な葛藤が浮き彫りになります。自らの道を貫こうとする三億の姿はドラマの核心に迫る重要な要素です。さらに三億が朝廷に辞職を願い出るも高位の役職を与えられるという皮肉な展開も見逃せません。この決定は三億が自己犠牲を通じて民を救おうとする姿勢を強調し、彼の内面的な成長と道理を重んじる姿勢が際立っています。
権力から解こうとする彼の意志と逆に与えられた役職の対比が物語に深い意味を持たせています。一方でタニョンの指導の下で孫さんが再建され、マンさんも安泰を保つ姿は三億の努力が実を結んだことを示しています。タニョンと三億の協力が生涯に新たな希望をもたらすことを感じさせ、次なる展開への期待を高めます。第61話では三億とタニョンの物語が織りなす緻密なドラマが歴史的背景と絡み合いながら展開します。このエピソードを見終わると物語の深さとキャラクターたちの成長に感動し、次の展開が待ち遠しくなることでしょう。歴史ドラマファンにとってまさに必見の瞬間です。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルは国内や海外のドラマや映画などについて紹介する動画をアップする予定です。もし面白かったらチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。